今日はですね、旅動画が、本編がもうすでに上がってるかまだ上がってないかちょっとまだ分かりませんけども、伊豆でですね、旅行中で今宿に帰ってきたところでございます。で、まあ、この間、まあ、正月、大晦日正月と先日動画でアップした通り、相方さんとも日光、栃木県日光にですね、旅行に行ってきまして、まあその時も、まあ今日もこの動画もなんですけども、引き続き RX100M3 をずっと使ってまして、まあほとんど日光の動画もこれで撮ってたんですけど、まあしばらく使ってきて感じたこととか、あとはですね、若干の欠点みたいなものも、やはりちょくちょく感じることもあるので、少しまあその辺も話してみようかなと思います。で、まあ日光の時もずっとこれをもうバッグにしまうこともなく、ずっと出しっぱなしで使ってたので、この RX100M3 を相方さんがかなりこれ欲しがってまして、というかまあ一眼レフを持ち歩くのがなんか嫌みたいで最近。重いですし、まあ、その日光の時も一眼持ってこなきゃよかったななんて言ってるぐらいだったんで、まあそうですね、コンパクトなものに買い替えようかなとか、そんなことまで言ってて、ハムさんこれパクってもいいですかっていう風にずっともう2日間言ってて、で、かなり欲しがってたんですね。あ、本当にじゃあ買うのかなと思ってたんですけど、どうなんですかね。相方さんが買うとしたら、まあ、僕みたいな使い方ではないと思うんですよね。僕の場合はもう一眼レフがありきで、そっちをメインで これを完全にサブ機にしちゃうっていう使い方にしてるので、おそらくまあ相方さんの場合は、一眼レフをもうそのままコンパクトなカメラに移行したいっていうことだったと思うんですけど、おすすめは何っていうふうに聞かれて、まあ、当然僕はまずはこの RX100M3 を進めたんですけど、とりあえずこれは間違いないめちゃくちゃいいカメラだよっていう風に言ったんですね。まあおすすめランキングはもう完全に1位ですね、僕の中の。でもう一つ言ってたのはルミックスの LX100 を、あれもいいんじゃないっていう風に言ってたんですけど、もう性能としてはもう申し分ないと思うよっていう話をしてたんですけどね。でやっぱりそこで話題になったのがデジカメ全般の話なんですけども、その旅行の行きの電車の中で、もうこれからは完全にコンパクトの時代になると思うよっていうことを僕がですね話してたんですね、ずっと。まあ、コンデジであったりとか、ミラーレス一眼も最近すごくコンパクトなのもありますし、まあ、ミラーレス一眼、それからコンデジが来年というか、まあ2015年はもうかなり中心的な存在になっていくんじゃないかなと思ってたんですね。だからもう絶対にカメラ、デジカメに関してはもうコンパクトの時代になるからということで話してて、だからコンデジにしろ、ミラーレス一眼にするにしろ、まあ、移行は別にいいんじゃないっていうふうに思ってたんですけどね。そしたらちょうどその話を大晦日の日にしてて、でその夜ホテルかなんかで、なんだっけな、ギズモンっていうサイトあるじゃないですか。あれで相方さんがこうスマホかな PC かなで見てて、ちょうどそんな話が載ってたらしいんですね。やっぱりもうコンパクトの時代に突入すると、まあ一眼レフを使うのもいいけども、もし中途半端にまあそんなに絶対に一眼じゃなきゃダメだとか、そういう感じでもない、ちょこっとまあいい画質で撮れたりすればいいっていう人に対してですね、まあ、そのコンパクトの推奨のようなことを書いてたらしいんですよね。でちょうどハムさんが言ってたことはまさに記事になってたよってことで、それでびっくりしたんですけどね。だからまあそれ聞いて、あ、やっぱりそうだろうなと、そうだよなっていう風に思いましたね。だってどう考えても、もう今の出てる商品を見てもやっぱりミラーレス一眼とか抜群に売れてるし、性能もどんどん良くなって、コンデジに関しても RX100M3 とか本当にこんなにコンパクトでここまでのことができるっていうカメラがもうバンバン出てきてるっ
ていう感じなんで、まあ、そういう流れになっていくっていうのは必然だよなっていうふうに思いましたね。だからまあおすすめとしてあげたのは RX100M3 と、強いて言えば LX100、 それからまあ本来であればキヤノンの G7X あたりを推薦したいとこなんですけど、まあ、前の動画でも言った通り、あれに関しては音問題で、オートフォーカス中の駆動音がちょっと気になるなというのが個人的にはあったので、あとは相方さんどっちかというとキヤノンよりニコンが好きなので、まあ、そんな理由もあって、G7X は、まあ、おすすめとしてはちょっと入れなかったんですけどね。あとはそうですね、まあ、その2機種以外だと何がいいのかな、まあ、でも全然関係ないですけど、個人的にすごい最近気になってるのは富士フィルムの X100T がちょっと最近気になりだしてるなという感じで、 X100T はちょっと実機触ったことがないんで、まあ、その時も話には出なかったし、まだちょっとスペックとかその細かい部分はまだ全然見てないんですけどね、良さそうだなっていうのは思ってて、そんなになんか見てくれがいいなとかっていうわけじゃないんですけど、確かシルバーとブラックがあったのかな、僕が買うんだったらブラックがいいなと思ってたんですけどね。そんな感じですかね。だから今はもう僕は RX100M3 を使ってるんで、今後というかまあ今年はコンデジとかミラーレス一眼っていうのはもう買わないと思うんですけど、まあ、その前にNX5R を使ってたりもしたし、これがあるので、まあ少なくとも2015年買うってことはまずないと思うんですけど、といっても新しいのが出てくるとどうしても欲しくなっちゃうんですよね。正直ちょっと新しいコンデジとかを買ってる場合じゃないっていうか、もろもろ事情があってこの数ヶ月以内ぐらいでいろいろとこう撮影環境を完成させなきゃいけないっていう状況なんですね今。当然カメラ、撮影カメラだとかレンズだとか、あとはまあ細かいこと言うとフィルターであったりとか、それこそ三脚であったり一脚であったり、マウントであったり、ライブで何か使うとすればマイクだったりとか、あとモニターであったりとか、その辺の外部機器もそうですね、あとはソフト関係ですよね、まあ、編集とかでいうとその辺の、まあ、撮影に関わる撮影機材であったりとか編集まで含めたトータルの環境、どこかで一回一新するというか全部見直さなきゃいけないなと思ってて、まあ、特に撮影面ですね、撮影に行く際のこうカメラから始まるアイテム全体的なこう スタメンというかこうガチの体制 100% こう固めたいなというふうに思ってて、なので正直コンデジとかミラーレス買ってる場合じゃないんですよね。まあでも基本的にはもう 5DM3 があって、それに対して RX100M3 をサブとして使ってっていう流れはもう一応自分の中ではできている、まあ基本的なもう核となる部分はできているので、そうですね、全体で言うと 7,8 割はもう固まってきてはいるんですけどね、あとはもう細々したもので、そうですね、三脚であったりレンズとかその辺ですかね、やっぱり。まあそんなことで2015年はどういう感じになっていくか分かりませんけども、とにかくまあコンパクト化がどんどん進んできてて、面白い商品、まあ魅力的なすごくいい商品っていうのがもう去年2014年もですねどんどん出てきてて、本当に2015年もその辺はもうどんなものがまた出てくるのかなっていうのが個人的には非常に楽しみでございます。まあ、買う買わないは別にしてもですね、やっぱり新しい商品アイテムが出てくると楽しいので、
自分が買うかどうかは別にして、今年の新たにリリースされるであろうカメラ、それからレンズをですね、楽しみに待ちたいと思います。